ティトゥス・フルーユス・マクリアヌスは、ローマ帝国の反乱指導者。息子と区別するためをオーマ・マクリアヌスとも呼ばれる。元は、ウアレリアヌスの財務官の一人で、おそらくエクイデス階級の出身だった。ローマ皇帝群像は、彼がウアレリアヌスの第一級の軍人だったと主張しているが、これは、甚だしい誇張、もしくは全くの虚構である、可能性がある。259 260年のウアレリアヌスの対サーサーアンアサ遠征にも帯同したが、途中で本軍を離れサモサタに留まったために、破滅的なエデッサの戦いに巻き込まれずに済んだ。このことからも、彼の軍人としての重要性には、疑義が呈されている。ウアレリアヌスが、シャープール一世に捕らえられたことで、その息子で、共同皇帝だったがアディエヌスが単独皇帝となった。しかし彼は、 西方での問題に暴殺されていた。マクリアヌスはこれを好奇と見た。他のウアレリアヌスの軍人だったバーリスタの支援を受け、またウアレリアヌスの財務官として持っていた影響力を駆使して、自身の子であるコマクリアヌスとクイエトゥスに皇帝を名乗らせることに成功した。ただ、マクリアヌス自身は足に障害を持っていたため、皇帝を名乗ることができなかった。クイエトゥスと、 バッディスタが東方に残って支配を固める一方、大将マクリアヌスフ氏は東方族州の軍団を率いてアジアからヨーロッパに進軍した。しかし261年、彼らはトラケアでアウレオルスに敗れ、共に戦死した。ヨハネス・ゾナラスによれば、マクリアヌスフ氏の軍団はアウレオルス軍に包囲され、パンノニア軍団を除き降伏してしまった。そこでマクリアヌスは、 アウレオルスの元に連行される前に、息子と共に自分を殺させたという。残るクイエトゥスも、後に、パルミラの支配者オダイナトゥスに殺害された。ありがとうございます。